ど、その後またすぐに決勝点入れました。どんな気持ちでした？いやもう最高です。本当にダービーに勝つっていうのは自分たちにとっても本当に大事だと思ってるんで、それができて本当に良かったと思います。そしてこれで来週の甲府戦、そしてプレーオフステージへとつながりましたね。本当にグループステージ突破するっていうのは本当に自分たちが掲げている目標なんで、まずそれに貢献できたことが本当に良かったですし、次に向けていい準備したいと思います。集まってくれたファン、サポーターの皆さんに一言お願いします。本当に皆さんの声援が自分たちの力になっているので、これからも引き続き応援よろしくお願いします。